生50年と言ったのは遥か昔。1992年の平均寿命は男性76歳、女性82歳。健康に恵まれ、生き生きと暮らす高齢者の方が増えています。今日は人生の生きがいを求め、生活の中に楽しみを見つけて生き生きと暮らす高齢者の方々の日常生活をご紹介しましょう。生きがい見つけた。写真が大好き。写真こそ第二の人生という高柳道夫さん、美代子さんご夫妻。写す対象物をじっと見つめ、深く愛し、シャッターを切るその瞬間がたまらない快感だと高柳さんは言います。高柳さんのズボンは奥さんの美代子さんの特製手作り愛情ズボン。これならどんな格好で写真を写しても大丈夫。高柳さんが写真を始めたのは10年前。区立烏山小学校の校長を定年退職後、生徒が写真館だったこともあって、写真を第二の人生の友達に選びました。美代子さんも小学校の教師でした。高柳さんが退職して1年後、美代子さんも退職。高柳さんが生き生きと写真に取り組む姿を見て、夫婦で共通の趣味を持てたらと始めました。それからは夫婦で写真の撮影旅行に行ったり、いつも一緒。私一人行った場合にはですね、奥さんどうされたんですかって、来ないんですかって、そういうのは表面を裏返すとですね、焼き餅のようなこともありますけどね。定年離婚ってこともなく、おかげさまでここまで来ましたのでね、平気でついていきます。二人は写真を通しての良きライバルでもあります。カメラを担いで被写体を求めてほぼ歩きますね。と、まあ、自然にこの歩くということがその健康につながるということですね。写真の良さは健康に良いだけではありません。カメラを向けるだけでいろいろな人と仲良くなれる。いろいろな知識を学ぶことができる。忘れがちな季節の花や色に敏感になる。世界が広がっていきます。写真興味がありそうなんで、ちょっとこう話したかったと思ったんですからね。もう75歳でね、こうマジックばっかりやって、駒田公園毎日。あ、そうですか。指先の運動です。はい、いつまでも青年で若くいるためにこういうことをやってます。老化防止で、ね、でこれもまたこう持ってきてこう来てこうやると、ね、それで大概裏を見せろっていう人がいますから、その時裏を見せればいいんです。はい、ご覧の通り裏。あ、ちょっと見えた。ちょっと見えたけど、なるほどね。このホテルで全国大会があります。あの円形の、はい、どうも。ありがとうございました。どうも、またよろしく。ありがとうございました。どうぞ、車で。じゃあ、まあ、ゆっくり。ありがとうございました。何？バク、バク。カメラ見た。かわいい。ワンちゃんが舐めてる。はい。こっち向いて。あ、どうもありがとう。ありがとう。そして、写真を上げることで、交友関係が広がっていくのです。年間100以上あるという写真コンテストに毎月のように出品。その受賞歴は輝かしいものがあります。二人の作品を紹介しましょう。粘りに粘って一つのシャッターを押す、そういう感じがします。ですからできてきた写真もタイミングが非常にいい写真ができてるなというふうに感心することが多いです。素直に写してるんですね。素直に捉えて、だから子供がこう喜んだその瞬間をパッと写したり、あるいは子供がこう悩んでる、あるいは考えてる、その姿をそのまま的確に捉えてる。二人の夢は
2人だけの写真展を開催することだそうです。早く実現するといいですね。小川千代子さん、91歳。踊りを始めたのは50歳を過ぎてからです。踊りたくてしょうがないんで、初めはもう皆さんから、皆さんって言ってもうちのね親戚ですけど、みんな、まあ、反対してましたのね。で主人に言いましたら、主人は僕が許すからいいよって言われまして、それでもう平気になってしまった。子供の時から踊りが好きで、習いに行きたかったけれど親が許してくれなかったそうです。踊りを始めたのは結婚後、世田谷区に越してきてから。最初はご主人も許してくれなかったそうですが、小川さんの熱意に負けて許可してくれたのだそうです。思い出は両方出しまして、右足、小川さんは木金日曜の週3回踊りを教えに、近くの地区会館や町内の集会場に通います。ちょっと息になります。踊り100までっていうこともありますから、いつまでも元気でお弟子さんに教えていただきたいと思います。優しいけれど芸に対しては厳しいこともありますね。私は目が悪いんですよ。見えないの。先生の手がね、裏だか表だか分かんないの。その時にね、先生が手を取って教えてくれるの。だからすごく感謝してます。踊ってるお顔がね、何とも言えない可愛さがあって、やっぱり芯からその可愛さは出てると思いますね。小川さんの踊りのレパートリーは200以上。自分が考えた振り付けでみんなが踊ってくれるのが何よりの楽しみだと小川さんは語ります。91歳の現在まで健康でいられるのは全部踊りのおかげ。体を動かすし、振り付けで頭も使うしね。小川さんはそう語ります。いつまでも長生きして踊り続けてくださいね。神貞夫さん69歳は根っからのお祭り大好き人間。もう大好きな、大好き。祭りのどこが好きですか？いや、あのね、やっぱり一年中のこう違う切れるっていうかね、うん、この神輿を担ぐんで、うん、もう子供のうちからそれになったの。世田谷区岡本で生まれ育った加賀美さん。子供の頃は樽みこしを担ぎ、青年になって大人みこしの仲間入りをしました。若い頃はお囃子の声を聞くと仕事を放り出して祭りに駆けつけたほど。廃れていた岡本睦巳会の女神輿の再建にも加賀美さんが奔走しました。よく面倒見てくれるし、はい、いろいろお世話になりました。いい人っていう、もう素敵、優しい人。いや、気なすことない。一生懸命やりすぎ、一生懸命ね、責任感が強すぎる。全部受け入れて、とりあえずは食べてくれて、それからダメなものは吐き出す、そういうタイプです。かなりきついところもありますけど、そういうガンと皆さんを引っ張っていくような、そういうリーダーシップのところがかなりあって、次の代、次の代まで永久に祭りを続けてもらいたい。
年に一度の区民祭り。ドキュメンタリー好きの高柳さんたちもカメラを持って参加しました。入り口の、あれから撮ろうか、提灯から。ライバル同士の2人の課題は祭り。どんな作品が生まれるでしょうか。こっち見て。はい、ありがとう。全体写ってるのと、分けていきましょう。祭りの写真が出来上がってきました。二人で写真を選ぶのも楽しみの一つ。なんかやる。あれ、ここと同じ。ここ。これなんか面白いですね、これね、うん。この人もちょっと追っかけたか。そういうポイントが出てる写真が。まずは美代子さんの作品から。次は高柳さんの作品です。高柳さんの作品の中に加賀美さんが写っていたのです。この写真を加賀美さんに届けることにしました。今日は生きがいを求めて生き生きと生活する高齢者の方々をご紹介しました。